さんこんばんは、弁護士の加藤です。本日の動画のテーマはこちらです。コロナで借金が返せない、ところがなんとブラックリストにもならない、そして自宅も守りながら借金を減らす方法について皆さんに情報を提供していきたいと思います。私は弁護士の加藤です。こちらの動画をご覧いただきますと、コロナウイルスの影響で会社をクビになってしまったり、売上がガクンと減ってしまった、その結果借金が返せなくなった時に利用できるコロナ版ローン減免制度というものについて解説していきたいと思います。どんな人が使えるのか、使った時のメリットデメリットについて解説していきます。こんな事例ですね、お父さんひろしさん、お母さんみさえさん、息子さん娘さんという4人家族でした。事件が発生します。2020年、世界はコロナの炎に包まれてしまいます。海が枯れたり血は割れたりしませんでしたが、ひろしさんの勤め先が倒産してしまいました。最終職先はなんとか見つかりましたが、年収はガクンと大幅ダウンです。このままだと今月の毎月の支払いが困ると、家のローンもうちのローンもあるのにと、どうしたらいいのとひろしさん困ってしまいますよね。借金が困った時にできる方法としては、まあ大まかに言って3つぐらいあります。1つ目は任意整理でございます。私的整理とも言うんですが、裁判所を使わずに、まあ、一つ一つの債権者、サラ金とかですね、消費者金融と交渉、電話で交渉したりして少しでも減らしてもらうという方法。そして2つ目にはよく聞く自己破産です。これは裁判所にお願いして最終的に借金をゼロにするという手続きです。まあ、ただしこれはもう手持ちのお金は99万まで減らされてしまって、当然うちは持ってるうちは売らなきゃいけないという、まあ非常にドラスティックな、もう大打撃な手続きですよね。そして3つ目として、この間と言ったらあれなんですが、自宅を売らずにもなんとか借金を減らすよっていう手続きがあります。これは個人再生という手続きです。そして最後、今回ご紹介するのがこちらです。コロナ版ローン減免制度という制度です。それぞれどんな制度なのか簡単に説明します。まず任意整理について説明していきたいと思います。任意整理を始めますと、これは保証人に、あなた保証人なんだから払ってくださいって言って、保証人の方に請求が行ってしまいます。しかもブラックリストには載ってしまいます。ブラックリストに載るとどんなデメリットがあるかと言いますと、まあ、将来お金を借りたりクレジットカードを作るときに審査が厳しく、いやあなた前任意整理やってるよね、破産してるよねっていうふうで情報が残ってしまうので困るというのがブラックリストです。このブラックリストに任意整理の場合でも載ってしまいます。しかもこれ任意、つまり相手が受けるかどうかは相手次第なんですね。嫌だよって言われたらそこまでです。で、まあ、せいぜいですね、いやそれまで100万円借りた分から50万にしてくださいなんて言って元本をカットするってことはもう無理です。これまで発生した利息を少しでも減らしてくださいとか、もう一気に払えないから分割払いにしてくださいとか、もうこれ以上は増えないように、利息が遅延損害金がつかないようにしてくださいというのがせいぜいなんですね。だから効果としてはあんまり強くないと。ところが弁護士などには当然お金がかかるわけですね。1社あたり2万とか3万とかお金がかかってくるわけです。こんな悠長なこと言ってられないよって、もうバン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 請求来てるんだよ、困るよ、払っていけないよって時は、いよいよ破産を考えなきゃいけないわけですが、破産すれば当然保証人に迷惑がかかってしまいます。借りた方がお金返せなくなったから、あなた保証人さん払ってくださいって言われちゃうわけですね。当然破産すればブラックリストに載るだけではなく、官報といって国が出している広報誌、新聞みたいなものにも載ってしまいます。マイナーなんですけどね。でしかも資格です。弁護士資格もなくなります。保険外交員とか警備員にもなれなくなってしまいます。こういった資格が破産するとなくなってしまいますから、ご注意ください。でしかも破産するのにもお金がかかってしまいます。少なくとも20万ぐらいかかります。自宅があったり不動産を持っていればもっとかかってしまいます。そして持っている大事なお家も売らなければいけなくなってしまいます。そこでですね、じゃあ資格とか自宅を守る制度もありますよというところで個人再生なんですね。個人再生というのは住宅ローンを払い続ければ他の借金については大幅に減らすことができるというのが個人再生、なかなかいい制度ですよね。とはいえですね、ブラックリストとか官報に載るのは変わりはありません。保証人にも当然迷惑がかかってしまいます。でしかもこれ破産であればゼロにできるんですが、個人再生はゼロまでにはできません。4分の1とか5分の1までガッと減らせるんですが、ゼロにはできない。費用も当然かかってします。弁護士にお願いすれば、弁護士に頼めば20万とか30万かかってしまう、最低でもかかる。こういった
任意整理、破産、個人再生の、まあ、それぞれのデメリットを、まあ、クリアできるというのが2020年の10月から始まったコロナ版ローン減免制度という新しい制度なんですね。まあ、こちらの制度を使えば自宅を、まあ、売らなくても済みます。保証人に請求いきません。でブラックリストや官報にも乗らない、資格もなくならないと。さらには支援専門家、まあ、弁護士が多いんですが、弁護士による助言も無料で受けられてしまうと。まあ、とはいえですね、最高なんですが、とはいえあくまでコロナによって収入が減ってしまって借金が厳しくなったっていう人の、それを助けるための制度なんですね。だからコロナの前から苦しいっていう人は助けてもらえません。こちらの制度では助けてもらえないんです。コロナによって収入が減ってしまった、その結果苦しくなったっていうところに今回の制度が出てくるわけです。じゃあどういうふうに見るか。例えば、まず丸1としまして、2020年の2月1日と比べて収入が減っている、その結果借金を返していくのが厳しくなっている人ですしか使えません。でさらにこの減らしたり、まあ、ゼロにしたりできるかどうかは、これは相手次第、相手との話し合い次第になってくるわけですが、これは2021年の2月1日より前にできた、2月1日までにできた借金、これは借金といっても例えば具体的には金融機関とかですね、貸金業者、まあ、消費者金融とかクレジット会社、リース会社、さらには債権回収会社からの借金だけです。これはご注意ください。なんでかっていうと、今回のこのコロナ版ローン減免制度というのは、こういった人たちとの話し合いでできた、あくまで民間の約束事なんですね。法律じゃないから、こういった債権に、借金に限られてしまうわけです。そして、2月2日以降にできた借金、2月2日から2020年の10月30日までにできた借金のうちで、コロナによって特別融資というのはいろいろやったんですが、その結果増えた借金ですね。これらについては、あくまで減らすことができる借金はこの2種類ですよってことが、今回のコロナ版ローン減免制度の限界と言っていいでしょう。で、しかもまあ基本的には自分で資料を集めなきゃいけないと。あくまで支援専門家というのは、まあ、助けてくれる専門家、助けてくれる立場なので、あなたが資料を集めてくださいねということなんですね。そして最終的に借金を減らすためには、すべての債権者、お金を貸している人が、もういいよと、それでと、いいですって言わないとダメなんですね。まあ、もちろんこれ、ノーですって言ったときは、まあ、弁護士とかいろいろ相談してですね、なんでノーなんですかっていうところ、こういったガイドライン作ったじゃないですかというふうで話し合いによってまとめていこうとするんですが、全員、誰かがノーっていう場合は、こちらの制度が使えない可能性があります。ちょっと整理します。ちょっと字が細かいんですが。先ほどできた任意整理と言いますと、お家は失いません。それに対して、破産すると、うちは売らなきゃいけない。個人再生だったら売らなくてもいいし、コロナ版ローン減免も売らなくてもいいと。保証人に、まあ、ここは迷惑かかるんですが、コロナ版につきましては迷惑かけない。いいですね。で、信用情報、ブラック、リストに乗るかというと、乗る、こちら、新しい映像は乗らないと。そして資格については、破産すると弁護資格とかなくなっちゃいますが、他の手続きであれば失いません。貸しての同意ですね。債権者の同意については、任意整理の時は当然任意ですから必要。で、今回のコロナ版ローン減免についても、これは全債権者の同意が必要になってきます。お金なんですが、まあ、任意整理は何社から借りてるかによって変わってきます。破産についても最低20万弱ぐらい。個人再生も20万弱から。ただ、今回の救済措置であるローン減免制度はなんと0円と、支援専門家に対する補助が別から出ますから、実際使う人はお金がかからない。素晴らしいですね。で、借金がどれぐらい減るかってことを最後見ておく。どれぐらい効果があるか見ておきますと、まあ、任意整理は増えなくなるだけ、まあ、減るのは非常に厳しい。で、破産はもうゼロにできてしまう。個人財政は大きく減らせるけど、限度があります。まあ、今回の新しい制度は、これも大きく減らせると言われていますが、それはケースバイケースです。まとめます。コロナ版ローン減免制度というのは、破産とか個人再生といったいろいろなデメリット、それがかなり少ない、その辺のデメリットをクリアできる新しい制度です。ですので、使える方はぜひ使った方が私はいいかなと思います。とはいえ、実際に、これ私、ローンによって、コロナによって売り上げが減ったって言えるのかなっていう、実際、あなたにこの制度が使えるかどうかっていうのは、実際、専門家の判断を仰がないと判断が難しいかなと思います。ですので、借金で苦しくなったときは、
こういったコロナ版ローン減免制度も視野に入れながら、専門家である弁護士に早めに早めに相談すべきだというのが本日の動画のまとめになります。おすすめ動画としまして、私が以前公開した借金で追い詰められたらどうするっていう動画とかですね、あとは、まあ、今月中にリリースされる支援専門家である鈴木愛子先生による動画もこちらの詳細欄に貼っておきますので、そちらをぜひご覧ください。詳しく、非常に詳しく実際の実地に基づいた解説がされていますから、ぜひそちらの動画もご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、通知設定よろしくお願いいたします。動画の評価もしていただけると嬉しいです。疑問点や感想がありましたらコメント欄にお願いいたします。 Twitter もやってますからフォローしてくださいね。本日もありがとうございました。